い。ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでもっとコインがいるとせかされているので、今のお願いはこんな感じです。4つの鍵を求めて、難しさ3もあるよ。前回簡単やったのに。お化け屋敷をプロデュース。でもちゃんとゴールできるかな。俺は弾むから誰かゴールできるとこ見せてくれん？あ、一応鍵は4つでゴールできると思う。そんじゃよろしく。歌って踊れる2号。誰だ？そしてなんかすごいラフ。見せてくれん？よし、行くぜ。4つの鍵を求めて。お化け屋敷って言ったよね。テレサや、テレサ。何?4つの鍵。いやー、びっくりしたーめっちゃびっくりしたー。あっこに鍵があるな。あれは？あ、なんかここでアイテムを選ばないといけないのか。ちょっと待って。え？そういうことではないの？ちょ、怖い。あ、びっくり。何がどうなのかがよくわからない。ちょ、待って、なんかいっぱいあるんやけど。ひえー！なんて空間。ちょ、待って、あれを。はっ。ただのコイン一つ、つら。これは、でも上はもう何もないってことか。あの辺はどうやってどうするんやろ。あのハテナブロック。ここは？何もなさげ。ちょ、待って、怖い。来ないで。ん？何ができるのかが全くわからぬ。あの顔のついたブロックは何ができるの？ここのアイテムを使って何かができるの？うや。え、何？消え、一瞬消えたよね。いやー、ちょ、待って。はっ。え、飛べんくね？ちょ、待って。てーい。もしかし、ちょ、待って。うわ、危ね。の。あー！死んだ。え、でもこの高さ飛べる？飛べるんかな？ビヨーン。よいしょ。ここになんかバネが。このバネはどういう風に使うやつなんかな？は？あれ？持てないのこれ。あ、これで持ったまんま。ボタンを押したまんまなんか。なるほどね。何をどうできるの？同じ音がする。これはなんか壁キックでどこかに行くとかそういう。あ。これで二重に飛べ。てい。なんか上の方にあった今。ねえ、なんかあったよ。なんかあるんやけど、ここでもう一個いるってことかな、あれが。多分あっこにこれを持っていくんじゃない？あ、ちょっと待って。多分こういう足場があったんやろ、今。すごく邪魔なんだけど、お、でかいのがいる。ちょ、こっち来て。はい。あー、ぶつかってしまった。これ一緒に行ける？お、行った。で、これで一緒に来たやん。で？これでさ、これもう一個いるんじゃない？ちょ、待って。離した。あ、あるね。ほら、多分これでさ。ほら、鍵！イエーイ。これは持って行った方がいいんかな？そのままでいっか。これで鍵一つゲット。ん？何あれ？でっかいパックンや。あ、てか、あれやない？どこに行く？あー！死んだ！どこに行くにもバネ持ってった方がいいかな？とりあえずいるかどうかわからんけん、ここに置いておこう。なんか怖い。すげえ怖い。ちょっと待って。やっぱりちょっと一緒に行こう。
あ、吹き飛ばしてしまった。ちょい待って。ちょっと待って。これは、あれか?こっち向きに置かないといけないのか?こういうこと?あ、怖い。すごく怖いんですが。ほ。ピヨン、ピヨン、ピヨン。あ、ポリ。生き物ではないんだけど、あ、そっか。ここでさ、ちょっと待って。あ、復活してる。持って帰ってくる必要なかった。ここでさ、このパワーのやつを持って、あ、なくなってる。で、こっち行って、ここでさ、これ使えばいいんじゃない?違う?ほら、こういうことや。イエーイ。え?上の方のやつ全然できてないんですけど。あー、見て、あれ、あっこに鍵あるよ。無理やん。で、これ出て入ったらまた復活しとんやろ。無理やって。もうちょっと上の方でやればいいってことか。そういうことやね、きっと。ということは、ちょっと待ってね。私、キノコを取りに行こうかな。多分ここ永遠にキノコ湧いてくるけん。よし、行くぜ。さあ、このパワー。もうちょっと上の方で、どのあたりで使えばいいんかな?とりあえず、こっち上がって、こっち上がって、ちょ、待って、結局ダメや。結局ダメや。あそこあそこのが欲しいんよね。あ、じゃあこっち側でやればいいんかな?左側で、やれば、いける?一番右端のは一体何なんやろ?エネルギーボールみたいなの飛びよんやけど。飛びよる?回りよんやけど。ちょ、待って、もう一回行きます。へい。ほい。とりあえず、ここにある土管の中は、上のやつ絶対、うわー、ある、普通にある。これは一体どこで?ここで落とさんといかんのかな?でもこんなとこ無理なんですけど。で、上に降りたらもうポリってなるやん。あの敵。くっそ、どうすればいいんだ。どうすればいいんだ、わからん。ちょっと待って、とりあえず、こっち。こっちでさ、ここになんかあったよね。なかったわ。こっちじゃなかった。ここは、パワーのやつ?こっちかな?ここで上の方になんかあるとかそういうことかな?ここはコインだけやろ?で、この、飛ばしすぎ。ちょうどさ、この土管の上ぐらいに飛んでくれる?あ、オッケー。これ大丈夫か?あ、怖い。ああ!いや、この上、わからん。とりあえず、三つまでは発見してるわけやん。ここは?ここあったんやったっけ?ちょっと待って、あれやな。私、あれだわ。あ、スイッチ切り替えか?ちょ待って。そういうことや。スイッチで切り替えたら、あのブロックが変化するんやね。ってことやけん。じゃ、一旦これ押して。で、ここで2個目の鍵ゲット。んで、2個目の鍵をゲットした上で、じゃ、この、あ、ここじゃないわ。ここじゃなくて。
こっちだわ。はい。ほって。ここで、あ、え、コインだけ。コインだけだった、ここ。え、なんか、テレサ増えたんですけど。もしかして、この下とかで。いや、入れねえ。入れねえ。いやー、ただのコインか。いや、まあ、コインいるんですけどね、まあ。来ないで。他、ここなんやった？あ、そっか。ここは、バネ持ってくる？とりあえず、このバネを持って、こっちへ行こう。よっ。お。取れて、あー落ちる。ほっ。ほっ。いえー。あ、あー、そこに鍵！ちょ、待って。あのテレサすげえ邪魔だな。ここからじゃ飛べんやろ？さすがに。無理だよね。ちょ、待ってね。こっち、く、お、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。あっこに鍵がある。ってことは、これで全部鍵の場所は分かったわけや。難しいな。非常に難しいな。どう使って、どう行けば、いいの、だろうか。このテレサがすごく邪魔なんよね。この、すごくうろついてるやつ、くぅ、もう嫌だ。くっそ、頑張ろう。ください。キノコをください。はい。パフ。ちょっと待ってね。あの一番端は何なんやろうな。ちょっと見てこよう。よいしょ。でもか、あ、ん？あそこにも鍵があるな。あの鍵は？バネで取るやつか？え、でも、1、2、3。ん？もしかしてあれかな？鍵4つ以上ある？その中から4つゲットするとかそういう。ちょ、待って、テレサ君邪魔なんだよね。は。すごく邪魔なんだよね。近い近い。これで、ちょ、待って、あのボールはどういう移動の仕方を。もしかしてあれ、上に舞い、登ったりとかする？しない？ちょっと待って。ああ、やっぱり上に上がるんや。そういう感じか。ということは、しゅんっていけない。この子、もうちょっとこっちに来てくれないかな。ん？あれはぶつかっても死なないの？ちょっとわかんないんだけど、ぶつかってないんかな。で、うん、やっぱりこれ、あれや。当たっても別に何もならん。当たっても何もならんのはいいけどさ。この子を移動させることはできないの。この子を移動させることはできないの？ああ。ちょ、待って。え？ああ、ダメだな。ちょ、待って、どうすればいいんだ？ここに。え？なんだ？あ、これでいける。あ、なるほど、そこの穴が開いとった剣ダメやったってことか。それぐらい超えて？それぐらい超えて？とりあえずこれで鍵一個。で、あれ外にある鍵取ったっけ私。あ、取ってない。ってことでこれで2個ね。2個。そして、はい。ここ。
は、入れない。落ち着け、落ち着けよ。私、危ねえ。これで、はい。ていていてい。はい、鍵三つ目。よし。で、やっぱりあれよね。鍵、五つあるよね、全部で。鍵五つ。ここ。ここをどの位置で。は、てい。ここから向こうに上がれるものか。いや、ちょっと待って。ちょいと待ってね。こっちから行った方がいいか。お。お。しかし、あっこに飛べるような気がしないんだな。はっ。あっぶねー。まあ、一回は犠牲になるということか。あ、これで四つ。やったー。四つよね。四つでいいよね。もう一個ね、ストランでいいよね。ちょっと待って、私にキノコをください、キノコを。とりあえず一旦キノコが欲しいです。よいしょ。あっこ抜けたらゴールかな？まだそれもちょっとよくわからんけん。いける？ねえ、なんか鍵めっちゃあるんやけど。ん？開いた。お？あ、もう一個いるやん、やっぱり。え？あ、違うか。これでもういけるんか。イエーイ。で、この上から行けばいいってことかな。ん？これさらに鍵がいるってことや。いけんやん。くっ。鍵がなければもうここに行くしかないということですね。なんて回答ある？ 0×2？イエイ。イエイかどうかわからんけど、あ、何回でも鍵取れるってことあれ。もう一周分あったよね、なんか。ふー、これで何か進む？あ、なるほど。本館一階が一段階進んだ。作れるものがあります。作ります。今はこんな感じです。西館一階。じゃあ本当に作っちゃいまーす。はい、作ってください。オッケー、それじゃあ工事スタート。ふう、これで西側も着手できたね。西館1階3段階や。西館1階の工事始まりました。緑キノピオが担当します。じゃあどんどんお願いを叶えて工事を進めましょう。新しいお願いは3件。また新しいの増えたってこと？マリオさん、新しいお願いが来ました。奥から登場、マグナムキラー。でも難しさ下がった。ガッハッハ、ここはマグナムキラーに守らせることにしよう。ただのマグナムキラーではない。奥から来るマグナムキラーだぞ。しかしできたばかりだから、ちゃんと通れるか誰か確かめてくれ。匿名希望の父。誰の父ですか？それではよろしくです。クッパとかかな。ジュニアの父的な。奥から登場マグナムキラー。これゆっくり飛んでくるやつよね、多分。うわぁ、ほらほらほら。あ、でも曲がってくることは、ない。曲がってくるやつもあるんやったっけ？あ、にゃーん。ちょっと待って、早く。まあ、早くってもあれか。別に。怖い。おぉ、突き抜けてくるー。やだわー。怖い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 。待って。なるほど。一応ここで、壊してもらいつつの、はい、中間地点。ほっほっほっ。もう私は安全に安全に行こうと思います。取る必要はないのかもしれないけれど、点数的な。遅いよ。これはどうやって？あ、あれか。マグナムキラーに壊してもらうのか。どうやって壊してもらうんだ？こっちに飛んできてくれんと。壊せないんですけど。ちょっと怖い。これは、あ、下に。下に。よいしょ。うわー。よいしょ。
しばらく経ったらあれやね、消えるんやね。なんか一定の、一定の時間が経ったら。これはどう越えていけばよろしいかしら。ちょ、待ってね。あの上まで上がったのに。あ、上がれんかった。上がれんかったわ、全然。ってことは、ここから飛び移るしかないと。はっ。あ、びっくりした。落ちたかと思った。一瞬。ここは安全。あ、待って。下に、え？どうやって行けばいいんだ？ちょ、待って。ここから、飛んでいかんといかんでも。え、超難しくない？これ。あー、うわ、あ、下があった。ん？これは下に行くの？あ、ちょっと危ない。びっくり。めっちゃギリギリやったね、今。ふぅ。あ。これでやね。あー、全然届かなーい。けど、上まで行った。ふぅ。これどういう、夜景？なんか周り、おどろおどろしい感じにも見えるけど。イエイ。さあ、これで？真ん中できたんじゃない？ほら、本館一回。やった、本館が完成したよ。でもやっぱり扉は別なんやね。ほら、扉は別仕様になっとる。完成しました。やったね。いい感じやね。イエーイ！本館1階が完成！どうですか？この知的なデザイン。知的かどうかはちょっとわからんけど。デザインしたのは私。あ、そこになんか完成図が書かれてあるけど、あれができるの？あ、でもあれ西と東がないけん、元々のやつか。新しく作れるものが増えましたよ。何が増えたの？あ、2階部分が増えたよね。1200も必要。まだ無理だわ。しばらくはちょっと西を頑張ってもらおう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、あれやね、なんかいろんな道具を使って進んでいかんといかんとかっていうのが私はめちゃくちゃ苦手なんだね。難しい。